どうも、トココです。トこヤモコの映画100本の82本目の映画はこちら。若おかみは小学生。ということで、この作品について紹介していきます、えー。この作品先日同時視聴配信したんですが、配信中号泣してしまってまともに話ができなかったので、動画できちんと作品紹介したいと思います。えー、まず、あらすじとしては、交通事故で両親を失った主人公のおっこは、祖母に引き取られ、祖母が営む旅館を手伝うことになります。えー、そこで出会った幽霊の売り坊や、様々なお客様との 関わりを通しておッコが成長していくという物語ですで、えー、感想としてはこの作品傑作でした子供向けだと思っていたのですが大人も十分楽しめる作品だと思います、えー、まずね物語の力が凄す,すぎるんですよ想像するだけでも胸が張り裂けそうになる出来事を経験しそれでも感情をグッとこらえていた主人公のおッコが 成長して決意して前進していく姿に心底勇気をもらいましたし何度も涙を流しながら見てしまいましたそしてねこの一見重たい物語を包み込む作画がすごいんですよえ可愛らしいキャラクターと美しい風景これらのバランスが絶妙だと感じましたあの幽霊とかそういった超自然的なものをスッと受け入れられるようになったのも作画の力があったんじゃないかなと思います 主人公以外のね、登場人物もすごく魅力的で、短い尺の中で次々キャラクターが出てくるんですけど、それぞれのキャラが立っていてよかったなと思います。えー、私はね、占い師のお姉さん、えー、水梁さんがすごく気に入りましたし、ライバルのピンフレちゃん、彼女もとっても可愛かったなと思います。えー、自然豊かな花の湯温泉もとても美しくて素敵でした。も何度もね、温泉に行きたいと思いましたね。えー、エンディングを含めて素晴らしい音楽も印象的でした。えー、辛いことや悲しいこともあるけれど、 それでも前を向いて目の前の人に優しくするおっこにたくさんの勇気をもらいました。心を動かされて背中を押されるような作品だと思います。ということで今回の評価は星4.2、えー。濃密な90分間です。えー、冒頭から重要なシーンが続くのでぜひ最初からしっかり見てください。えー、たくさんの方に見てほしいと思います。 はい。ということで、えー、前半の部分ではね、ちょっと駆け足で、えー、感想というかね、作品紹介をしてきたんですけど、えー、後半ではね、もう少しね、こう、感想の続きをね、お話ししていきたいと思います。で、まずね、本当にこの主人公のおっこ、彼女がすごいんですよ。もうなんか、おっこって呼び捨てにするのが申し訳ないというか、おっこさんって呼びたいですね。 うまあ、おっこさんと呼ぶべきかもしれない。もうそれくらいね、リスペクトしてしまう人物だと思います。えー、純粋に目の前のことを頑張るおっこさんの姿を見て、本当に素敵だなって思ってしまって、私もそうありたいなとね、強く思いましたね。まあ見ていてくださる方にとって、も、ま、う、あ、私自身もそういう存在になれたらいいなとかね、思ってるんですけど、まあちょっとまだまだ人格的にもいろいろ足りない気がしてるんですけどね。あと、まあ幽霊とかっていうね、 まあ、あの、私は結構ホラーが苦手なので、もうお化けっていうだけでこう身構えちゃうところあるんですけど、ただね、この作品に出てくる幽霊は本当に可愛らしいんですよ。なんで、こんなに可愛らしい幽霊っているんだなっていうのはね、発見だったのと、まあ、あとは、幽霊みたいなね、存在を、まあ、最初はね、もちろん驚いてたんですけど、こう、だんだんと受け入れていくこの、おっこ、おっこさんの、おっこって呼んでしまったおっこさんの、あの、器がね、すごいなと思いましたね。 で、まあ、あとはね、作画は本当にすごいってさっき、あの、お話ししたんですけど、まあ、これね、あの、同時視聴の配信中に、あの、コメントとかでも結構、あの、ジブリっぽいねとか、背景、 すごい綺麗だねっていうコメントを、あの、いただいてたんですけど、私も本当そうだなと思ってて、で、今回なんか調べてみたら、まあ、この作品の監督の方がね、あの、香坂鬼太郎さんという方で、この方が、あの、ジブリの作画監督とか、原画をたくさんされている方ということで、まあ、すごく納得しましたね。あの、すごく綺麗な風景、えー、背景、花井の湯温泉もそうですし、旅館もね、本当に、あの、魅力的なんですよね。あの、すごくいいな、行ってみたいな、と思わされる。 えそんな作画でしたなのでこの作があっての物語だなっていうのはねすごくね感じたところですね。でまあ、最後にやっぱり、うん、私はとにかく温泉に行きたく <laughs> なりましたね。これ見終わった後ちょっとツイートとかもしたんですけどあの実際に、ね、モデルになった旅館があるということで、まあ、それもすごく気になるんですけどまあ、ちょっと調べたらね結構あの高級なところだったのでもう私はすぐにはちょっと行けないような気もするんですけども。あの <laughs> 今ね、こう、いろいろ落ち着かないとね、温泉とかも行けないのかもしれないんですが、もうとにかくね、温泉旅行行きたいなーっていう気持ちになりましたね。あの、どうしてもね、こう、毎日一人で家にいると、まあそういうね、あの、人の温かさとかに触れるっていうことをね、こう忘れてしまったりするんですけど、まあ、なんでしょう、旅館とかでね、こう気遣いしていただいて、こう、おもてなしされるっていうのすごくね、素敵な体験だし、まあ癒されるので、あの、ぜひね、落ち着いたら行きたいなというふうにすごく思いました。はい。 ということで、まあ今回この若おかみは小学生というね、作品紹介してきたんですけど、いや、本当にすごい作品でしたね。もうなんか確実に泣くシステムみたいな、いや、本当にもう涙が止まらなくなってしまいまして、<laughs> あのー、配信中にもかかわらず、めちゃめちゃ泣きましたね。はい。なので、もしね、こう泣きたいなって方とか、ちょっと純粋にこう、なんでしょう、 心を現れる体験をしたいなという方とかはね、ぜひ見てほしいなというふうに思います。ということで、えー、今回の作品で残り 18本ですね。私の、ね、100本ノックもここまで来たのですが、えー、まだまだね、頑張っていきますので、えー、もしよかったら応援していただけると嬉しいです。えー、少しでも参考になっているという方、えー、応援するよという方は、グッドボタンやチャンネル登録していただけたら嬉しいです。えー、また次の動画や配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。